拾える部品は拾って、オッケー。あ、こっちにもある。やばいやばい、どこにいる？見てみよう。あ、これショットガン強いね。あれ、あー、そっか、ま、出てくんだよね敵がね。これ弾ある？ OK、 ある。どこだ？あれ、弾ないのこれ。弾ないね。OK、ハンドガンでいこう。あそこにいるね。痛い痛い痛い、待て待て。あ、来た来た来た、足音は聞こえる。ちょ、2階上がろう。痛い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 、なんでナイフ投げたんだ俺。あ、ナイフじゃなかった。で、おお、そう、あ、いいんだこれで。これね、あれ、これダメなのか。これいらないね、今バレてるからね。あ、来た。敵超いるね。オッケー。あー、まだ来るね。よし、あとはもう一人いなかった？あ、いた。どこ？ん？どこだ？これダメなのかな？あ、ちょっと違う違う違う。あ、ダメか。これもダメか。あ、やばいやばいやばい、またあいつか。やばいやばいやばい。他にこっちに、あー、充電するやつがあるけど、ちょっと先にあいつを倒したいね。どこにいる？あ、いた。
やばいやばいやばい、死ぬ、ふぅ死んでしもうた。あんな堂々と前から言っちゃダメですね、はい、もういつもの悪い癖ですよねこれ。きっとね、見てる人はねちょっとイライラしてるんでしょうかね本当申し訳ないですね。怖っ。これは、あ、もうバレてんだ。ちょっと待って、痛い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 、ちょっと待って、ここ入れない。やばいやばい、うわあ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、なんか投げるやつどっかにあった、あった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 、オッケーオッケー、ちょっと待って、 ダメだ、あ、やばいちょっと待って、ちょっと待って、もうないんだよね多分。ちょあれ、弾なくなったな、マジか。ちょっと待って、そしたらもう、やばいやばいやばい、撃たれてる。違う、ナイフ投げた。俺のナイフどこ？まあいいや、もう今はナイフいらないからね。よし、でもまた拾ったから、ハンドガンで、ハンドガンで行くしかない。ダメだ。ちょっと待って、充電するやつがねどっかにあったんですよね。充電するやつ、品がある、回復薬か、ん、なんかなんか、あ、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、どこだ、なんか喋ってるねあのロボット、今気づいた。なんか音楽、音楽みたいな。あいつずっとあそこにいるんだね。あそこになんかある、あー、ちょっと待って、この箱壊した、壊してない、 OK、 痛い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 、あれ、充電するやつどっかにあったんですよ。どこだっけ、お、見たんですよね、なんか戦ってる時。やばい、あ、そういうことなんだ。あれ食らうと、こうバッテリーの電池もなくなるんですか。なんかあれ食らったらピー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 出しましたね。痛い痛い痛い。
ちょっと待ってくださいよ。あー、ここか。あったあったあった。やばいやばいやばい、また来る。あれ、あ、大丈夫だ。あれ、充電した？ OK。 どこだ。いたいたいた。あー、変なとこ投げちゃった。いたいたいた。もうすぐなくなるね。あれ、何この武器。俺こんなの持ってたっけ。あれ、どこを充電するやつ。ああ、ここだ。 OK。 痛い。これ弾10発。やばい。最悪もヘリのやつを使いますけどね。やばいやばい。強いなあいつ。やばい。ちょっとこの箱、あ、箱ないのか。ここヘリのやつをね、使いたいんですけど、あの変な爆発するやつ、これね、使ってくるからね、すぐダメなんですよね。使えなくなっちゃうから。やばいやばい。え、これ食らってんのかな、こいつ。弾なくなっちゃって。やべやべ。あ、倒した。やったー。ラチのロボットをやっつけた。あとはヘリを確保するだけだみたいなことをうっすら聞こえましたけど。パーツは全部拾ったかな。 OK。どうすんだろう。あっちに行くのか。上のフロアに制御室がある、うん、そこで格納庫のドアを開けられるわ。分かった。ちょっとこっちにしよう。あれ、弾ないね。これもない。あ、これあるね。あ、やばい、間違えた。OK。 出れない。OK。 あ、待って。上が来ましたね。分かった。敵来るだろうな、これ。何これ。面白いな、みんな。変な折り方した一人がいるね。オッケー。
ここから降りられるかな。あ、降りられたね。あ、そっか、この人は歩けないんだよね。ありがとう。どういたまして。やっぱ動きが遅くなるね。あ、なんかあるね。オッケー。あ、これか、こっちか。え？あ、こっち？オッケー。さあ、ついにヘリを手に入れましたね。全員乗って。どうやって助かった？死んだとばかり。よく覚えてない。確かハンスグロスの顔を殴って、その後高く舞い上がって天国に行くのかと思ったけど、地面に落ちて痛みが。初めてね、内臓が突き破られると感じたのは。動けなくて這い回った。3日後にドブの中で発見された。クライソー病院のベッドで長いことチューブを突っ込まれて過ごした。感染症を思い出したくもないわね。立てないのは辛いな。平気よ、飛び方を学んだから。かっこいい。いいっすね。歩けないのは辛いな。大丈夫、飛び方を覚えたから。こんな街中で、すごいな今の。バレないんすかね、ま、こんな街中でね。飛ばしてて、すごいな、こんなトンネルの中を。泣き言はもうおしまいかしら。今の最優先事項、ダトイシュードとは接触できるのか。アーニャ、情報はほとんどない。でもアイデアが。よろしい、アーニャ、あなたに任せます。ブラスコビッチ、あなたは彼女に手を貸してあげて。いい？手がかりがあるの。この用紙に書かれていたのはスーパーコンクリートの作り方だったの。ナチどもがこの辺のどでかい建築に使っている材料か。そう、このビルを含むすべてよ。彼らはこのコンクリートのおかげで短期間で街を築くことができたのよ。もう出どころは分かっているでしょ。だからサンプルが必要なの。この辺りを調べてコンクリートが露出しているところがないか探してほしい。で、そこからコンクリートのサンプルを切り取ってきてもらえない？問題ない。それから暗号化されたダトイシュードのメンバーリストが戦争期のポーランドにあったらしいわ。そのリストとドイツが管理しているユダヤ人の住民リストを比べてみたいの。うん、1939年から1940年。ブラスコビッチの洋服、記録がないか探して。ボロボロですね。穴が開いてる。ああ、それからもう一つ。ああ、重要なことよ。なんだ？以上よ、お願いね。可愛らしいな、アーニャ。ウィリアム、お願い、こっちに来てくれる？え、まだ話があるの？アーニャの探し物が必要です。だってこれは切り抜きか。ここは何もない。え、キーで開けるの？バカね。さっきファーガス・リードがそこにいたわ。本当よ、彼が持ってる。
そうなの？ファーガス、ロックされている。地下かな。ファガス、アーカイブのキーがいるんだ。あるか。ああ、待て。遅いな。大丈夫か。俺もう年だ、ブラスケビッチ。いつまでこんなことを続けられる。大丈夫、俺たちはまだやれる。そうか。あと何年だ。どうしたんだ、ファーガス。わからん。何も、すべてが。例えばあのワイヤットという若造のことだ。やつこそがここにいるべきだ。まだ若かった。可能性があった。未来を切り開けた。かて。俺たちはただのミイラだ。あるのは意志だけさ。俺は間違えたのか。分かりきったことじゃないか。俺は喜んで死ぬ覚悟があった。あいつを救うために必死だったんだ。だがお前の気まぐれがぶち壊しやがった。ブレンデガストは何にだって耐えられるやつだった。だが死んだ。みんな死んじまって。では、老いぼれ二人は生き残ってる。長い目で見て、これからどうなる。え、俺たちがホルスターすら下げられなくなったとき、誰がこれを引き継ぐ。出て行けよ。俺は昼寝をする。やっぱこうなっちゃうんですね。まあこうなっちゃうんじゃないかとちょっと予感はしてたんですけどね。この上は行っても意味ないかな。あ、いけるね。マックス。あ、ここで練習できるんですね。あれ？できないな、でも。あ、ここでまたできるわけですね。またチャレンジできるみたいです、あの。ゲームをね。よっ。なんでそんな近くに来るの？その猿のような気配が私の思考を邪魔する。馬鹿になってしまう。失礼だな。猿みたいな思考とか言って。あ、これか。コンクリートのサンプル探し？飛行機の格納庫ならありそうよ。飛行機の格納庫、ロックされている。分かってる、分かってるわ。でも昨日は筋の通った方程式だったのよ。はっきり分かったのに今は意味が分からない。あ、出れますね。